はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の傍心と傍接円についてお送りします。で、前回までね、内心、外心、重心、推進かの4つやってきたんですけど、それに加えて傍心が1個残ってたので、ここで1本だけ取っていきます。で、今回はポイントの中に2つ、そして問題1問、計3問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちなみにこれポイント、ここめっちゃ図がはみ出ます、下の方に。だからこれ後で消すんですけど、1回ちょっとそう思っといてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいと思う方は、今からね、自分の方が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速まずね、ポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。でね、さっきも言ったように、これね、ポイントめっちゃ図がはみ出るので、一回消します。あのね、問題解く子のために一応書いておいたんですが、あとね、書き足します。で、まず傍心が何なのかを今回掴んでほしいんですけど、傍心はですね、三角形の一つのほにゃららと他の二つの頂点におけるほにゃららが一点で交わるんです。で、これはね、もう覚えるしかないので、まず一つの内角の二等分線、だからこれ三つの内角の二等分線だったらね、内心になるんですけど、一つです、一つで、他の二つの頂点におけるここは外角の二等分線、それが一点で交わる。で、この点を傍心というと。で、どういうことかっていうとですね、まずでここにしようか。ここの内角、二等分線引きます。ここ角度同じね。で、残り2箇所は内角ではなくて外角なので、延長したこれの二等分線、こことここが同じで、こっちも伸ばして、こんな感じかな。一箇所の内角の二等分線と残り2箇所は外角の二等分線、それの交点、ここが傍心って言います。で、これはですね、この伸ばした線、伸ばした線とここにくっつく、これね、こういう感じの円ができるんですけど、これを傍接円って言います。で、ちなみに今下の方に書きましたけど、これはこっちから伸ばせばこっちにできるし、こっちから伸ばせばこっちにできるので、3つあります、傍心に関しては。もう傍接円もね、っていうのも頭の片隅に置いといてください。これが傍心で、前回までにやってきた内心、外心、重心、推進、そしてこの傍心で誤心って言います。数字の5に心で誤心ねっていうセットでよく言われるんですけど、まあ、それもね、頭の片隅に入れといてください。でもって、今回3番何やるかっていうと、これの証明します、今から。だから三角形 ABC 今書きますけど、書いちゃうか先にね。ちょっとこれフリーハンドで失礼します。よいしょ。で、 ABC があって、頂点 A における内角の二等分線なので、こう引いたやつと、直線 BC、それぞれにおける外角が、さっきと同じだね、BC の外角の二等分線が、今みたいに一点でちゃんと交わるよっていうことを証明する。だってずれるかもしんないじゃん。でも一点でちゃんと交わってるので、それを証明しに行きます。で、これが手強い。手強いっていうか、長い、ひとまず。で、まずですね、文字をちょっといろいろ置かなきゃいけないので、これね、板書量考えるともうちょっとずっちっちゃくいくね。でも前回か前々回ね、こう板書が多いからってビビってやったらすげえ余るっていうこともやっちゃったんですけど、一応あれか、説明一応終わったんで、ちょっと軽く消しちゃうね、ごめんな。こうして、あ、伸ばしちゃうか。こう伸ばす。で、まず角 B の二等分線、今角だね、こいつと角 C から二等分線を引きます。ちょっと丸にしとこうか。で、3つの線が一点で交わるかを今証明しなきゃいけないんですけど、
こいつの外と、外角じゃねえや、二等分線とこいつの二等分線、二つの直線は絶対一個で交わるじゃんか。その交わった場所を今 P っておきます。これは文字は何でもいいです。ひとまずこの B と C の外角の二等分線の交点を文字を使っておく。で、それプラスこの P からこのね AB の延長、 AC の延長、 BC に向かって垂線を下ろします。で、 ABC 使ってるから、まあ、順番で DEF にしようかな。これを準備して今から始めていきます。これ図めちゃくちゃ下手なんだけどごめんね。本当はね、いろいろ合同が出てくるんだけど申し訳ない。じゃあ、実際解いていくので、まず角 B 角 C の今ね書いたことを全部言葉にします。外角の二等分線の交点を、どうしよっかな、2行に分けた方がいいよね。ちょっとこれ切ようか。交点を P と C、 点 P から直線とかけたらいいかな。直線 ABBCAC に下ろしたから ABBC AC、 まあ CA が多いか、 CA に下ろした垂線をそれぞれ PD、PE、PF って置いたから PD、PE、PF とすると。はい、これで今この図を使うことができます。言葉で、ちゃんと断ったからね、こうやってね。で、ここから方針です。今からね、あの図が本当見にくくて申し訳ないんだけど、この三角形、ここね、PDB と PEB、これ合同なんです。俺が図が悪すぎるね。で、それまず言います。で、その後に、こっちとこっちも合同になります。で、それを言います。で、その後また続くんですけど、ひとまずそこまで行きますね。で、じゃあ、三角形は PBD にしようか。PBD と三角形 PBE において、さ、書きましょう。で、これはですね、直角三角形なので、斜辺と、まあ、他の一辺か一つの鋭角で攻めていくんですけど、今回、斜辺は共通で同じです。で、90度は垂線って分かってるんで、90度も使える。で、しかも、角の二等分線って自分で先に言い切ってるんで、ここの角度が一緒になるから、もう揃ってるんだよね、合同条件。だから、もうすぐ言えることができるので、まあ、順番なんでもいいんですが、共通な辺より PB イコール PB、 ちょ番号つけるか、ここね PB と PB 共通だからね。で、次に角いきますか。二等分線よりのがいいかな。でも縦、いや二等分線でしょう。字がちっちゃくてごめんね、見にくかったら申し訳ない。二等分線よりこの×のとこ同じね。角 PBD イコール角 PBE か。これが2番。で、もう一丁、垂線下ろしてったんで、垂線より、角 PDB イコール角 PEB か。で、イコールこれ90度。で、一応合同条件下かけっかな、いくか。なので、123より、これも中断の時にやったやつだね。123より、ちょっと待って、あ、ギリ、1行入るね。斜辺と、一つの鋭角がそれぞれ
等しいのでって入った？入った入った。等しいので、どういうことか。ちょっとごめんよ。ここ行くよ。ので、合同がいるね。三角形 PBD。合同を三角形 PBE。ふって感じだね。まず一つ言えましたと。で、これ合同が言いたかったわけじゃなくて、何を使いたかったか、使いたかったかっていうと、PD と PE が同じが言いたいんです。結局。こことここが欲しかった。だから、よって、PD イコール PE。これ番号をつけておきます。4番だね。って置いておく。で、次、右の三角形についてやるんですけど、全く同じ条件なので、ここは同様にで攻めます。もし学校の先生が、いや、ちゃんと書けって言ったらね、書かなきゃいけないんですけど、さすがにしんどいので。はい。なので、ここで、三角形、こっち。一応何の三角形についてかは書かなきゃいけないから、PCF と三角、ここね、PCF と PCE か。についても、同様にして、合同だから、ここと、ここが同じでしたよって言いたい。持ってきたいのはね。だから、ようにして、PF イコール PE。これ5番です。で、結局、ここが仲介役になって、こことここが同じが言いたかったんで、4、5より PD イコール PF と。で、これをゲットしました。いいかな？で、最終的に何を持ってきたいかっていうと、この、ここに線引きます。で、この三角形と、この三角形。これがね、最後なんです。で、こいつの合同を言いたい。で、ここを言いたいがために、PD イコール PF が欲しかったの。で、なんでこれで言えるかっていうと、こうすると、ここ、垂線だから、直角でしょ？だから、両方直角三角形なんだよ。で、斜辺また共通なんだよね、PA で。で、今回角度が攻められないんだけど、ここで他の一辺を今ゲットしたから、合同って言えるんだよね。で、ここについても、書けって言われたら書いてください。ちゃんと、このね、二つの三角形でちゃんと条件求めてっていう。でも今回は省略します。これ俺省略で大丈夫だと思うんだけど。はい。なので、PDPF がゲットできました。よって、今言ったように、この左と右の三角形が合同ってことが言えるのね。三角形、PAD。こっち左がね。PAD。合同三角形 PAF。PF。より、で、何が言いたかったか。左と右の三角形合同って言ったので、欲しかったのは、こことここの角度が同じってことが欲しかった。つまり、角 PAD イコール角 PAE と。これがゲットできました。で、なんでこれがゲットしたかったかっていうと、これをゲットしたことによって、この AP っていう直線は、角の二等分線ってことが言えるよね。同じだから、ここが。あいつ角の二等分線だったんだって。で、PA で引いてるから、もちろん P は通るじゃん。つまり、もともと外角の二つの直線こうやって引いてきました。で、その交点から A を引いてみたら、そいつ角の二等分線になってるじゃん。ってことは言い換えれば、頂点 A の内角の二等分線と B と C の外角の二等分線一点で交わってたよね、P でって。いうことが言えるので、これで終了になります。だから、まあ、最後言葉でまとめるんだったら、でこれによって AP は角 A の、ちょっとこれ行き過ぎたね、調子乗ったね、二等分線なので、これ一応入るかな、まあ行こうか、行けるか、二等分線なので角 A の二等分線と角 B 角 C の外角だよね。待って、入ってる。の外角の
二等分線は、1点で交わるのね。1点で交わると。これで終了となります。長いね。まあ、帽子についてはもちろん言葉は覚えててほしいんですけど、そんな出てくるかって言ったらそんな出てこないです、個人的な意見ですけど。でもこの照明は結構出てくるイメージがあって、出てくるとしたら帽子でね。なので、まあ、長いんですが、ひとまずこんな感じで、で途中で2個ね、照明はしょってます。同様にしてここはいけると思うんですけど、でここもはしょったので、まあ、学校の先生とか定期テストでねちょっと出されそうな時はその学校の先生のスタイルに合わせてもらえたらと思います。こんなんでね限定もらったら非常にもったいないんで、ぜひね、よろしくお願いします。では、今回は高校数学数 A の防振と防雪園についてお送りしました。今回はね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回チェバですね。チェバの定理を2本かな、取っていこうと思ってますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。